この項目ではアメリカ・ニュージャージー州で公共交通を運営するニュージャージートランジットが所有している日本の鉄道車両メーカーである近畿車両が製造した路面電車用車両について解説するニューアークライトレール用の車両は100系ハドソン・バーゲンライトレール用の車両は2000型と車両番号が異なるが双方とも同一の車種である NJ トランジットが運営する ライトレールは3路線存在するが、直流 750V の架空電車線方式による電化が行われているのは、ハドソン・バーゲンライトレールとニューアークライトレールの2路線である。ハドソン・バーゲンライトレールは、ニューヨークに隣接しているという立地条件を生かし、都市機能の分担という形で実施が決定した、再開発の一環として建設が実施された新規路線である一方、 ニューアークライトレールは1935年に開通したニューアーク市内の路面電車をルーツに持ち近く間を有する路線で1985年に大規模な更新工事が行われたが車両は旧来の PCC カーが継続して使用され古いものでは1946年製の車両が存在するなど老朽化が進んでいた 100K 及び2 0型はこれら2路線へ向けて 近畿車両が製造した車両で同社が初めて手掛けた超低床電車でもある。そのため開発に際してはマサチューセッツ湾交通局へ納入したタイプ7電車以降提携を結んでいたスイスのシグ社からの協力を得た。編成は運転台を有する先頭車体と全長が短い中間車体による両運転台式の三車体連接式で シングルアーム式パンタグラフは C 車に設置される。車体先頭部は急曲線に対応するため前面へ向けて直線的に絞り込む構造になっており、最前面の車体幅は 1800mm となっている。また、連接部分は大枠を用いた連接装置に加え、C 車の屋根上に搭載した旋回ベアリングから伸びたシャフトによって接続される。 Z リンク機構を採用した装置が搭載され、半径18メートルまでの曲線走行が可能となっているほか、屋根状のダンパーにより振動も抑制される。閉結運転に備え設置された連結器の上部にはアンチクライマーがあり、黒色のカバーによって覆われている。対抗性鋼板を用いて作られた車体は、アメリカにおける厳しい安全基準に適合した設計で、 戦闘部に配置されたクラッシャブルゾーンにより衝突時のエネルギーが吸収され、客室への衝撃が抑えられる構造になっており、運転室も完全に潰れることはなく、乗務員が安全を確保できる空間が残る。強度の検討においてはコンピュータを用いたシミュレーションに加え、実際に戦闘部の構え体を作り、荷重をかける実験も行われた。車内は、 動力台車が存在する、戦闘車体の運転台付近を除いた全体の70%が、床上高さ 350mm の低床構造となっており、戦闘車体にクロスシート、中間車体にロングシートが配置され、高床部分と低床部分はステップを介して往来する。上高扉は、各戦闘車体の両側面に2カ所設置され、 すべて低床部分に存在するためプラットフォームから段差なしでの乗降が可能となっている。また、戦闘車体には車椅子スペースが一箇所設置されている。客室から独立した運転室のコンソールは人間工学に基づいた配置となっており、最大三編成まで総括制御が可能である。台車は戦闘車体に2機の電動機を備えた動力台車が 中間車体に車軸がない独立車輪方式を採用した付随台車が搭載されている。制御方式はイベット素子を用いた VVVF インバータ制御を採用し各動力台車に対して1台の制御装置が独立して接続されている。立行や制動は各台車に搭載された速度センサーからの情報により制御され路線の条件に応じ空転や滑走を防ぐよう。 制御が行われる。設計当初、主電動機や制御装置には日本企業の部品を用いることを想定していたが、技術提案の内容などを総合的に判断した結果、GEC アルストム製の機器を使用することに決定した。補助電源装置や床ヒーターは蒸気の機器と別の回路を有しており、AC インバータを介して三相交流に変換された電力は、 空調装置や床下の空気圧縮機、運転室のヒーターの稼働に用いられる一方、DC 停電圧電源供給装置を介した直流 10kW28V の電力は、照明や蓄電池の充電、制御回路の稼働に使われる。また各運転室には、DC、DC コンバータがあり、直流 12V に変換された電力は、全消灯や、 微灯の点灯やワイパーの稼働に用いられる。空調装置は暖房、冷房、換気機能を兼ね備えたものが屋根状に搭載され、床暖房装置と合わせて、車内の温度が摂氏22度摂氏23度に保たれるようになっている。ハドソンバーゲンライトレール用の車両は2000年3月1日の開業に先立つ1999年に試作車が導入され、 試運転が実施された。これらを含めて2001年までに29両が導入された後、路線延長に伴い2003年から2004年にも28両が追加で製造された。一方、ニューアークライトレール用の車両は2000年から2001年にかけて16両が導入され、PCC カーをすべて置き換えた。その後、ハドソンバーゲンライトレールの一部車両の ニューアークライトレールへの転属が実施されており、2001年に2001、2019年に2019が海板の上で移動している。また、近畿車両はこれらの車両の製造のみならず現地での保守も実施している。これは、ハドソンバーゲンライトレール建設時に交わしたダバムと呼ばれる契約形態によるもので、路線の所有は公的組織となる一方、契約を実施した。 民間企業が建設に加えて開業後の施設や車両、線路の維持、管理も実施する官民パートナーシップの一つである。これに際し近畿車両は伊東中アメリカ、レーシオンと共同で21センチュリーレールカンパニーを設立しており、その一環として保守を担当する。ライトレール開通後の沿線の活性化に伴い乗客が急増し、 列車の混雑が深刻になったことを受け、ハドソンバーゲンライトレール用の26両とニューアークライトレール用の10両に対して、新造した中間車体を組み込み定員数を50%増加させる改造工事が実施されることとなった。対象となった車両は5車体連接編成に変更され、編成全体の低照率は90%に拡大している。 新造された車体の座席配置は、終電装置の有無を除き C 車と同型の D 車は、ロングシートである一方、車体が長く台車が設置されていない、E 車は、クロスシートで、乗降扉が両側面に一箇所ずつ設置されている。2013年に2054が最初に改造され、ハドソンバーゲンライトレールで営業運転を兼ねた試験走行が実施された。 その結果を受け2014年以降残りの対象車両への改造工事が進められている。ありがとうございます。